まず入室後30秒以内に星10個かける5色を投げます。もう遅いよね、ごめん、今日やるって言ったのに。うん、で視聴ボーナスをもらいましたら99個かける5色を全部投げます。はい、そしたら1周目終わりで、2周目他のルームへ行って80個かける5色を集めに行きます。お願いします。でそれをまた全部投げます。それで2周目終了です。ごめんね、もっと早く言わなきゃだったのに、すいません。カウントもありがとう、旅に出ます、ありがとう、行ってらっしゃい、待ってます、みんなありがとう。ついにね、明日からもうイベントが始まるんですよ。でもうスケジュールとかももう、はい、送ったので皆様に、そうそう、明日はよろしくお願いします。明日から1週間、ちょっと明日5時ぴったりに始められなくて、うん、80個すべて投げよう、あ、2週終わったら、30、あともう制限解除されるまでちょっとお待ちください。30分に制限、9時半に制限解除になるので待ってください。まずありがとうございます、嬉しい。うん、もう分かる、今日は2週で許して、もう全然嬉しいです。もう本当にあの来てくださる方は本当にカウントだけでも嬉しいですし、1週でも2週でも本当に嬉しいので、あの明日からのイベント期間、できるだけね、よかったら星を投げていただけると嬉しいです。星だったりね、カウントだったり、少しでもいいのでご協力よろしくお願いします。明日から本当によろしくお願いします。うん、そう、明日はあの5時からなんですよ、イベントが。で、あの5時からで、5時ぴったりに、明日ちょっとお仕事の関係で5時ぴったりにスタートできなかったり、いろいろ時間の制限があるんですけど、でも明日は、まあ、最初3周枠取って、その後1周とカウント枠を取ったんですけど、あのどうやらそうカウントがね、1時間にちょっとそこどうすればいいかなと思って、ちょっとわからないんですけど、どうすればいいんだろうと思って、カウントする時間を皆さんにずらしていただければいい、いやそういう問題じゃないな、私が配信時間をずらさなきゃいけないのか。でも1分でもずらしちゃうと、そうそう、ちょっと短くなっちゃうんだけど、どうすればいいのかな、ちょっとっていうのは、まあまたちょっと、うーん、どうすればいいんだろう、もう私思考が停止していて、今もう今日、あの今日もう4時起きで、実はごめんなさい、そう4時起きで、まあ今日は移動もあったりして、ちょっとさすがに今ね頭がね止まってる、脳みそが。うん、でもすっごく楽しかった今日のステージ、もう本当にアットジャム楽しかったです。なんかやっぱりもうフェス、うん、ずっと出たかったので、本当に今回選抜メンバーとして出れたことがすごく嬉しかったです。うん、メールでも書きましたけど、そうそうそう、すごく楽しかったです。今日は、うん、いろんな曲をできてね、夏にぴったりな歌とかもできましたし、うん、そう、私見てないんですよ、映像を、 NGT の映像を見てなくて、どうでした、私映ってましたか。できるだけカメラでも、カメラねあんま見れなかったんだよね、ごめんなさい。うん、そう、私今日おでこ出してたんですけど、見つけられましたか、すぐ。うん、
そう、ちょっと明日もね、朝からちょっと活動しなければ活動するので、そうそうそう、ちょっとね、もう頭がパンクしそうイベントこの、スケジュール出すの遅くなっちゃうかもしれない、ごめんなさい。でも明日は、今日出したスケジュールで行こうかなって思ってます。どうすればいいんだろう。そう、オーサムで、すごいオーサムのねカメラ割りが多かったって予想聞いて嬉しかったです。ありがとうございます。え、私の今日出したスケジュールどうですか明日のスケジュール、私あれちょっと自分でなんか仕事との時間とかと照らし合わせて考えてみたんですけど、まあどうしてもちょっとね180分にね行かなかったんですよね。大丈夫かな、もうねあれ帰り移動中に考えて、ね、あんなんでごめんなさい。なんかもっといいのがいいスケジュールの組み方があるはずなんだよ。でも私のもう頭はの限界だった。西終わり、ありがとう、カウント完了、ありがとうございます、ありがとう。じゃあ2週、はい、今完了した方はちょっと制限解除までお待ちください。そう、でも1週間しかないから本当1日1日が大切で、そうだから明日もねどうしようかと思って。2週間でありがとう。ちょっととりあえず明日のスケジュール、私なんて言ったっけ、今私メール見れなくてさ、この携帯でやってるから見れないんですけど、明日のスケジュールってどんな感じでしたっけ。2週間とかにありがとうございます、みんなありがとう。もうごめんね、こんなボロボロの私。一枠目が昨日もねみんなが助けてくれて、去年のあのスケジュール私聞いたんですけど、みんなが教えてくれてありがとう、夜遅かったのに。2週間でありがとう、みんな、あ早い、ありがとう。17時55、30分ね。3週目の旅ありがとう。2週間でありがとう、みんなすごい早いね、こんな早くできる、いやすごい、こんな早く、早っ、ありがとうね、コメント本当にありがとうね、私ね教えてくれて。6時40から7時、10分に2勝、余裕、すごい本当にありがとう。3
2週終わった、ありがとう。19時40分、そう、あのカウントできないっていうコメントも返信で教えてもらって、1時間、あ、ちゃんと1時間間隔空けないとできないよっていうの、そうそう、本当ありがたい。自分でも気づかなかったことたくさんあるし、なんかスケジュール組んでても見落とすところがすごいいっぱいあるから、うん、初日は7枠ですね。なんか今スケジュール書いてたらワクワクしてきたわ。ちょっと楽しみ、楽しみましょうね。いやでも本気で頑張る気持ちももちろんあるけど、それ以上に楽しみたい。なんかいろいろやりたいこともありますし、うん、3週枠のあと1時間おきに1週枠6、あ、そうですそうです、そうなんですよ、それが私は言いたかった。7枠目ありがとう、全部書いてくれ、全部コメントに書いてくれてありがとう。明日23時59分までしっかりやります。一周プラスカウント、これさ1分ずつでも1分ずつ5分ずつずらしたいんだよね本当は。明日のスケジュールです。ちっちゃくてごめん、見えますか。明日はこんな感じで行きたいと思ってます。もう明日ね本当1分もずらせないから、ちょっとお仕事との兼ね合いが不安すぎて、大丈夫かな明日、うん、西渡ありがとう。そうそうそう、時間オーバーに本当気をつけないとなんだよね。あーし緊張する。頑張ってみてください。でもメールにも送ってあるので見えない見えづらい、でもメールに送ってあるのでそれで見てください。それか今こうやってどでかくやりますね。じゃあ後でツイッターで載せます。今ちょっとこれメモ用で書いただけなので、うん、どうしよっか、どうしよっか、どうずらそうカウント、うん、2週間にありがとう、明日から1週間頑張ろう、頑張ろうね、ありがとう、うん、2週目は少し早くしても、2週目ってなんだ、2枠目2枠目ってことですか。待って待って、ありがとうアドバイス。2回目、2枠目、あの早くできないんですよ、お仕事なんです。そうお仕事があるんですよ、ごめんなさいうん、1分ずつずらしていいんですか。え、38、40、え、待って、どうすればいいの、うん、そうこれ、え、1分ずつずらす、ちょっと待って、わかんない、助けて、もう頭がパンクしそう、やばい、でも細かいと分かりにくいよね、前回そ去年そうでやめたんですよ、そういうの細かいするの、うん、前回開始から1時間経過でカウントできるようになる仕組み、そうそう、それが難しくて
どこをずらせばいいの？あーダメだ、頭が。40、41、42と1分ずつずらしましょう。え、終わり時間はどう、終わり時間もずらすんですか？終了時間も、枠の終了時間もずらすと最後24時過ぎちゃうんですけど、7枠目が。1分ずつずらしてできるかな私。うん、短くていいの？そう、1分ずつずらしてもね、多分ねできないんですよね、きっと。だから本当は5分くらいずらしたいんですよ私。うん、1分ずつずらしても、多分私もだし他の方も多分ね、そうできないんですよねきっと。そうそう、去年がそうだったんですよね確か。ずれちゃってってなって、うん、そう、すごい難しいんですよね1分ずらし。せめて 2,3 分は。うん、三週終わった、ありがとうございます、ありがとうございます。すごい、三週終わった、早い、ありがとうございます。三週終わり、すごい。え、なんでこんなに早く三週終わるんだ、すごい、ありがとう。これテロップ書かないと何やってるのか分かんないよね、すいません。5分ずらしたいな私は。うん、あ、捨て文字を早めにしてたな、なるほどねびっくりした、ありがとう、嬉しい。5分で行きたいな、ずらすの。そうなのよ。いやでも仕方ないのかな、わかんない。でも5分ずらしたい、難しい。2分は、2分、1分2分は難しい。うん、多分初日で2分、1分2分とかは無理だと思うんだよな私。その1分2分3分の刻みは多分まだ、そうそう、慣れてないから、私もだし5分ずらしたい。うん、うん、でも6枠、どう思う、どう思う、どう思う。なんか私は変にめっちゃ1分とか2分とか刻みにして、そのなんかできなくなっちゃっても後半グダグダになるよりは、5分おきにちゃんと5分刻みにして、ちょっとはちょっと分かりやすいようにしたいんですよね。うん、ちょっと少しでも分かりやすいようにしたくて。
3週完了、ありがとうありがとうございます。それでいい、ごめんなさい、ちょっとやってみる。心折れそう、難しい。参集できてありがとう、ありがとうね、本当に。うわこれめっちゃずれるわ、もう難しすぎる。いやー泣きそう、わかんない、待って、口内炎が痛すぎる。今ここまで来たんですけど、待って待って、最後はどういうこと、これこういうことで合ってる？5分ずつずらしてる、3枠目から。ちょっと待って、わかんない、やばい、わかんない、見えない。5分ずつずらしました。7枠目どうしよう、これできないですよね。待って待って、7枠目なしでいいのかな、明日は。7組目のカウントをもうカウントを捨てる。少しの時間なら前多くの方がいいかも。少しの時間なら前多くの。待って、どういうこと？7組目はカウントはできないんですよね、もう。そうそうそう。できないんですけど、初日は15時スタートなのでカウント枠いらないと思う。ありがとう、もうすっごくありがとうございます。もう私のルームにレジェンドたちが、レジェンドの皆様がいる。7枠目はカウント捨てて OK。 7枠目は何分からにすりゃいいんだ、何分でもいいってことかな。ちょっとこの後でっかく書きます。知恵熱です、わかる、私もうね出てます、知恵熱。うん、えちごんさんありがとう、1位にいらっしゃる、ありがとうございます。もうイベントよろしくお願いします。皆さんお願いします。寝て次の日の朝1枠に、それあそのまま6枠目続ける、なるほどね、あなるほどね、オッケーオッケー、そうします、あもう分かった。
そうします、ありがとうありがとう、明日はもうそうする決めた、もう決めた、よし、明日のスケジュール書きます。みんなありがとう、もう私は泣きそうだよ、みんながいなきゃ何もできない、しかもね、すっごいみんな優しく教えてくれるから、私嬉しいよ、みんな怒んないでくれるから、ありがとう、うん。2日目、29はですね、何時からからまだ決めてないです、まだ決めてない、でも朝からやりたいですって思ってます、うん、ちょっと29日はお昼あたりにちょっとできない時間帯があるんですけど、それ以外はできます。30もお昼はちょっとできない時間帯があって、あとはできます、あとはずっとできます、今のところ。本当に皆さんももう無理のないようにお願いします。3週間にありがとう、みんなありがとう。ちょっとまた考えますね、あの明日の朝、あの何、29日の分でもまた皆さんに相談するかもしれないです。ちょっとね、初日が難しかったわやっぱ、うん、この時のために夏休みずらしてもありがとう、ありがとう、みんなで頑張ろう、間違えてなかった、 OKOK、ショールームにさ通話機能あったらいいな、スタートダッシュ決めね、スタートダッシュ決めたい、本当に決めたいです、うん、ちょっと初日めちゃめちゃハードなんですけど、皆さんよろしくお願いします。あの今日ほんといっぱい寝なきゃ、腕大丈夫、腕ね全然大丈夫、もう全然大丈夫だった、うん、できました、よろしくお願いします。今のところ優勝候補、いやいやそんなこと言ってくださるの優しすぎない、うん、頑張りますね、でも私なんかスケジュールやできたらすごい元気になった、みんなのおかげだよ、ありがとう、熱出なかった、そんなに、明日はこれでいきます、できた、ハッシュタグさめっちゃ迷うんだよ、なんかみんな結構、ま、なんかすごかった、ちゃんとしてたじゃん、だから
私はさ、なんかちゃんと考えないとなと。私のキャッチフレーズって七つの海もみんなのハートも制覇しますって言うんだけど、制覇するっていうのが入ってるのいいなと思って、そうそう、あの そうみんなハッシュタグすごいからさそうで私のファンの皆さんは面白すぎてすっごい面白いのいっぱい考えてくれるのね。そうでも制覇を入れたい、どう思う？でもそんなね長くもない感じで、七つの海もビスも制覇します。どうしようかな。七つの海もビスも制覇します。長いかな長いかな、うん、長いよね。長い長い、ごめん。長いって いと思ったんだけど長かった。長いか。大塚制覇物語ちょっと混ざってんな前回とうん、そうそう、名前入れた方がいいよね。それはね思った。大塚か七海入れた方がいい。どうしようかな、迷うね、迷いますね。さあ、あのさ、私的に7ビスめっちゃいいと思ったんだけど、そう私はすごい好きなんだけど、7ビス、そうパッと見わかんないじゃんと思って、そうそうそう、制覇入れるの難しいね、わかる。私のキャッチフレーズが割と長いからさ、うん、そう、ナナビス好きなんだけどね、ちょっとよくわかんないよねって思って、そうそう、パッと見わかんないなと思って、私の本の形しか伝わんないのかなと思って、口内炎が痛すぎる本当に、うん、ご飯もろくに食べられないんだよね痛すぎて本当にもう、インドネシアの方ありがとうございます。明日からイベント始まるので、よかったら応援してください。うん。ナナミビス制覇します。え、よくないそれ。よくない？斜めビス。シンプルでいいよ。うん。そう、本当七つの海もビスも制覇しますがいいんだけど、長いのよ。うん。長いのよ。長くてもいいなら。
いいけど。まあ制覇が難しいのか、まず。ごめんね、優柔不断出てるわ私。140文字の人があえて。うん。